皆さんこんにちは。一人で旅をしているプリンです。修行の3回目、これから沖縄に飛びます。九仙島町入り口から潜入。今回の修行はプレミアムクラスで飛びます。どんぶり勘定で PP 計算をしたところ、全然足りないことが分かり、お金を払って少しでも高い PP を稼ぎます。国内線の ANA のラウンジに初めて潜入しました。すごい広いんですね。平日の朝なのでお仕事の方が多いのかな。何があるのか探検してきます。スナック菓子に大人のお酒、トマトジュースにレモンエキス、ジャルカジュースのサーバーと一番搾りのサーバーと、出たースーパードレイの生ビール、そしてみんなの健康を考えた青汁。この黄金の輝きを見てテンションが爆上がりしてきました。朝の背徳缶ビールとチェイサーに青汁。朝なんで静かに乾杯。午前中のアルコールって休みや旅の気分をすごく盛り上げますよね。大人って楽しいと思う瞬間です。お泊まりなのでポーちゃんも連れて行きます。それでは沖縄一泊旅行に出発です。あら、座席シックで素敵。しかも新しい機材なのかな。運よく今回も窓際の席が取れました。機材は777-200、アメニティはスリッパとヘッドホンです。開けるとこんな感じ。靴べら、足が短いので足元は楽々です。プレミアムクラス満席。コンセントはこちら、モニターのリモコンと、座席は電動式です。これが嬉しい、隣とのパーテーション。喧嘩してもこれがあれば安心。これなんだろう、ライトかな。そして立派なヘッドレスト。最新のリモコンってこんな感じなんですか。すごい面白い。最高のいい天気と言いたいところなんですけど、過去最強クラスとされた台風10号が進路がなかなか定まらず、迷走していて1週間ぐらいやきもきしていました。ということで台風に向かって飛んでいきます。私のテーブル右に辺曲がってる。プレミアムクラスは機内食があります。どうせだからやっちゃいましょう。スパークリングワインです。牛肉ナムル風ご飯、目抜け醤油蒸し、なめこ、きくばな、あんかけ、お味噌汁、だし巻き卵、プチ焼き芋、もずくたらし揚げ、鶏団子と白菜、ごまといわしの佃煮、黒こんにゃく、しらすチーズがけ、マッシュルームとオリーブのマリネ、合鴨のパンプキンサラダ、全部で668カロリー。それでは修行に乾杯。空の上って非現実すぎて時々現実なのかわからなくなる時があります。実りの秋の食材は特に美味しい。わしわし言って箸が止まりません。見た目も美しい美味しいお食事を完食です。シートを倒して到着までしばし休みます。沖縄の島が見えてきました。
回の滞在時間は約22時間です。無事に那覇空港に到着です。これからユイレールで国際通りが近い県庁前まで向かいます。今回も国際通りにありますホテルに滞在します。今回の城、ホテル那覇シティです。潜入。国際通りのとても便利な場所にあります。1階の自動チェックインの機械でチェックインをします。ベッドはセミダブルなのかな。大きい窓があるのは嬉しい。大きいテレビにリモコンにコンセントがあります。空気清浄機、パジャマもありました。ティッシュ、小さい冷蔵庫にゴミ箱、電話にドライヤー、電子ケトルにお茶のセットがありました。目覚まし時計もあります。ハンガーは3本に匂い消しスプレーにスリッパです。水場を見てみましょう。狭いけどすごい綺麗です。湯船が最高に嬉しい。シャンプー、コンディショナーにボディーソープ、歯ブラシとカミソリ、ヘアバンド、ボディータオルがあるのはいいですね。あとヘアブラシです。タオルも2枚ずつ嬉しい。フロントは10階にあります。あ、もうチェックイン済みました。あのジュースをもらいに来たんですけど、あ、こっち。機械でのチェックインが不安な方は10階でのチェックインをおすすめします。ウェルカムドリンクをいただきに来ました。早速探検を始めましょう。ホテルから数分で行けますクレヤ天ぷら屋さんにやってきました。こちらの目的はもずくの天ぷらとサーターアンダーギーです。それでは早速こちらで立ち食いをしてみましょう。もずくの天ぷら、あ、うわ不思議、もずく、おいしい。初めて食べました、もずく。もずくの天ぷら80円、激安です。もずくの天ぷらはもずくを食べてるというかさつま揚げを食べてるような食感です。磯の香りがしました。揚げたてだったらもっと美味しかったかな。プレーンのサーターアンダーギー90円です。それではいただきます。思ったより固めで甘さは控えめで美味しかったです。食べない？怯えさせてごめんよ。ちょっと市場に入ってみたりして、商店街でムーチーなるものを買ってみました。ハブ酒飲んでみたい。鼻血出るだろうか。コンビニに来ました。レトロなパッケージに萌えです。これ飲んでみます。1200円のステーキに誘われて入ってしまいました。国際ステーキです。早い時間なのか誰もいません。とりあえずキンキンのオリオンビールで乾杯しましょう。グラスキンキンに冷えててうまそう。祝杯。オリオンビールいいね、おいしいね。サラダ、ライス、スープはセルフサービスです。出ない。今回は米やめときます。来ました、ステーキ 200g です。おいしそう。
この音聞いてるだけでご飯食べれるね。お好みでこの黒いまん丸いのに乗っけて、さらに焼きを入れます。おいしい。お肉はミディアムレアで出てきます。ニンニクとわさびで食べるとおいしい。焼き石でさらに焼きを入れます。お米食べなかったのでお肉 300g でも良かったかな。お口直しにフォンタナジェラートにやってきました。沖縄っぽいフレーバーもありました。そこで私はあえてスイカ味にしました。小さいイートインスペースでいただきます。まさにスイカそのものの味でした。甘さ控えめでとっても美味しかった。あれ、穴ぼっこが、空洞がある。美味しかったから、まあいっか。なんかお土産に T シャツでも買っていこうかな。黙れ T シャツ。不幸中の Wi-Fi。 なんかちょっと酔っ払っちゃった。酔いを覚ましたい。沖縄限定アイス、ベーグルとアイスいただいてみます。乳酸菌飲料味だそうです。これ美味しい。ヤクルトの味がします。中にはシャリシャリのかき氷が入っています。カロリーがかなり低くて78キロカロリーとかでした。そして今日の締めのアイスはシークワーサー。これがですね、酸っぱくて爽やかですっすごく美味しかったんです。沖縄のアイスすごいぞ。そして黒糖味のムーチーになるものをいただきます。なかなかぴったりついています。取れにくいです。お味はウイローみたいな感じで甘さが控えめです。お次は紫芋のムーチーです。こちらもウイローでほんのりお芋の味がする感じでした。本日の朝ごはんは福助の卵おにぎりです。一番シンプルな400円のものにしました。すごいボリュームです。ではいただきます。すごい、こんな分厚い。うん、おにぎりには合わないけど、昨日飲んで気に入ったので森永養護。朝食の締めのアイス、新垣のチンスコアイスです。美味しそう、これ。それではいただきます。これやっばいです。すごい美味しすぎ。ふわふわのアイスにクラッシュしたチンスコーが歯ごたえよく、本当に美味しいです。これしかもアイスがすごい濃厚、好き。ということで心配性の私は早めに空港に着きました。 ANA のラウンジに潜入しましょう。思ってたより広い。トマトジュース発見。沖縄のラウンジも羽田と同じような感じでした。おめさんにオリオンビールと行きたいところですが、今回はトマトジュースにしておきます。リコピンに乾杯。濃くて美味しい。バッグのカバーを1枚もらって、迷走台風沖縄に来なくてよかった。無事に帰れます。帰りも運よく窓際が取れました。むむむ、レトロなシートです。足元は広すぎるぐらい広々。リュックを入れるところはなさそうです。
機材は777-300、リクライニングはレトロな手動式、年輪を感じるレトロな機材でした。モニターもなかったです。出発前にちょっと雨が降りました。沖縄さようなら。今回のプレミアムクラスの運賃は往復で74,760円、5,720プレミアムポイント貯まりました。私のどんぶり勘定でいくと残りの世界一周で5,792ポイント稼げる予定となっております。多分無事にマレーシアと台湾の旅を楽しんだ後に野望は達成します。楽しみにしていた機内食の時間です。グル君の照り焼きのせご飯。え、グル君って何？豚肉の生姜焼き風味、厚焼き卵、サーモンタルタルフライ、炊き合わせマースは野菜チヂミ、小松菜ナムル、ゴーヤと卵のソテー、黒糖アガラサーマンゴーソース、めちゃくちゃ美味しそうです。スーパービールお願いしちゃいました。機内食はどれもとっても美味しかった。ゆっくり味わって楽しみました。食後に美味しいコーヒーなんかもいただいて、羽田空港に無事に到着です。修行の旅は3回目の今回でおしまいです。次の旅はマレーシアのマラッカを訪れます。チャンネル登録をして待っていてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。